こんにちは、こんばんは、ヨッシーです。今日も COD モバイルやっていきたいと思います。はい、今日はね、久しぶりにクレート開けていこうかなと思います。はい、で、なんでクレート開けたいかって言ったら、この侍さんがね、超かっこよくない？これうん、リーコン侍、侍ユニフォームを着た勝見リーコン、木村リーコンは、偵察スカウトとなり、母国が失ったものを取り戻したということですね。めっちゃかっこいいなこれね。うん、と、ハチ、うん、この日本刀ですね、まあ、近接武器みたいなんですけど、どうなんだろうね、ちょっと使ってみたいね。はい、で、恐るべき切れ味を持つ近接武器、無比の歴史を持つ名高い刀だということで、うん、この辺をね、引いていきたいと思います。なかなか引けないだろうね。かっこいい。うん、あとは、フレームとか、武士道アバターですね。うん、あとはその他もろもろ、ちょっと和風な感じ、うん、和風な感じの、そうだね、クレートになってますね。もう全体的にそんな感じ。うん、はい、ということで引いていきますか。今回ですね、10連が720ということで、少し安いのかな。うん、まあなるべく、少ない量で当てていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。行きましょう、頼むよ。もうちょっとで当たってくれ、もういいじゃないか、少しで。はい、当たらん。うん、ということで次行きましょう。もう一回頼む。20連目に行きたいと思う。あー、外れた。あー、マジか。まあね、まあね、まだわからん。うん、30連目行きたいと思います。いやー、なかなかやっぱクレートは難しいな。はい、行きましょう。お、来た、刀来た、みんな来たよ。うん、やったやった、よかった。マジで8。はい、いいですね。あとは侍さん出るかな、これ。出るかな、もう一回引きます。はい、行きたいと思います。頼む侍さん、出てくれ。ほっ、出ない。あー、マジか。もう一回行きますか。いやー、厳しいな。頼むぞ侍さん、ほい、引くぜ。まあ、でね、やっぱ確率は厳しいですね。なんか久しぶりのガチャだ。行きます、ガチャ引いてるって感じ。さあ来い。やっ、あー、8。2本目はいらないかな。うん、はい、持ってるんだよな。では行きましょう、頼む頼む、侍さん出てくれ。来いよ。はい、あ、出ねえ。さあ、もう一回行きましょう。これ出るの？すぐ出る人は出るよね。うん、なかなか出ないなマジで。もう一回行きましょう。いや、8は出たんだよ。侍さん出てよ。うわー、出ねえ。ちょっと待って、きつすぎるこれ。もう全部コンプしてるじゃん。頼む、来い、お願いだ。なあ、来ねえ。何回引いたの？わかんねえよ、わかんねえけど引くしかないよ。出ないんだもんな、出るまで引かないと。出ねえ。マジで。行きましょう、やばいやばい。全部なくなっちゃうよこれ、ほんとに。さあ来いよ。あ、8、8、3本目だぜ。8、そんなにいらねえよ。はい、8、4本目だぜ。8、4本もいらねえよ、頼むって。マジで運営さん、お願いします。なんで出ないんだよ、運営さん、お願いしますよ、お願いします、出してください。来た、あー、来た。シンプルに来てくれた。はい、リーコン侍、いや、かっこいいね。うん、出ました皆さん。はい、ということで、かなり引いたね。ちょっと編集の時に何連引いたか見てみましょう。はい、ということで、侍の、リーコンさんですね。はい、ちょっと見ていきますか。はい、侍の、リーコンさんですね。うん、いや、かっこいい、すげえかっこいいね。で、AK47 のね、このブラックゴールドと結構合うなと思って。はい、なかなかいいですよねこれね。うん、で、8ですね。はい、これどんな感じかちょっと使ってみようかな。はい、ということでちょっと使ってみたいと思います。
はい、ということで、刀を装備してきました皆さん。はい、でこんな風に切り替えると抜刀するんですよ皆さん。面白くないこれ、すげえちゃんと作り込まれてるね。で、どんな風にね、見えるかいきますか。まず普通に切るとこんな感じですね。はい、こんな風に普通に切りますね。バットと同じかな、うん、バットと同じような感じですね。はい、でそうですね、これ相手から見たらどう見えるかっていうのはね、ちょっとイケピーさんにもね今協力いただいてるんで、はい、どんな風に見えてるかね今撮ってもらってます。はい、どんな風に見えてるんだろう、うん、まあ気になるよねはい、ということで、こんな感じですね。こいつ4本出ましたからねこのキャラクター引くのに4本出たからね。はい、ということで、ちょっとね刀の紹介でした。はい、見かけはね、かなりかっこいいものになってるんでね、ぜひね、使ってみてください。はい、うん、ただねこんな出ないのはちょっとあれだけど、うん、まあちょっと皆さんは、すぐ出てくれると思います。はい、なので、ぜひね、はい、引いてみてください。はい、ということで、本日は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。はい、ぜひ次回もご覧ください。はい、おりゃー。